はーい、皆さんお疲れ様です。ミーベイです。本日はね、サムネ見てもらったら分かる通り、最終日にガチャ引いたら当たるんじゃないか検証をやっていきたいと思います。ということでね、まあそうは言ってみたものの、本当はですね、ただ悩んでたら引き忘れてましたごめんなさいね。ってことで、何を引いていくかっていうと、アニバですね。はい。アニバの第2弾を引いて、30連の確定と60連のね、まあ、自チーム確定以外で何枚出るのかっていうところをね、注目して見ていきたいと思います。サノス!サノスとね、突然叫びましたが、ドリームキャラバンで出た累計がサノ選手だ。ここで噛むんだよね。サノ選手でしたって言おうとしたところで噛むんだよね。ごめんなさい。ごめーん。あー、疲れた。よし、引いていくか。はい、ちゅうことで、ガチャ画面に来ましたと。多分ね、ここで選手紹介をするのは、世界でね、一番いらないと思うんだよね。あと何時間で、いなくなる選手を紹介するっていうね。まあこれ終わったら何が来んのかね。選択契約書はまだ12月だからまだまだだよね。あれかな、なんかね、スパークだったかなのコラボガチャが来んのかな、わかんないけど。ってことで、狙いだけ言っとくわ。狙いはね、結構欲しい選手いるんだけど、まあ2トップかな。1番は言わないでおくわ。最後に貯めておきます。で、2番目が森選手で、3番目が同率タイでギータ、ヨシノブかな。1位は秘密。っていうことで引いていこう。意外とね、結構この検証面白いと思うんだよね。だってさ、ガチャが出たばっかの頃ってさ、S ランク全然出ないじゃん。結構みんないろんな実況者が言ってるけどさ、出ない感覚あるのよ。だったら逆、めっちゃ出るんじゃねっていうね。単純な、まあ推測だけど、意外と合ってるんじゃないかなとも思う。でも今は確定出なかったよね。じゃあ飛ばしてい、ビシエドか。ビシエドはあんまいらんな、A ランク。たくさん持ってるからな。さあさあ、まあまあまあ、ギータは嬉しいかも。ギータは結構同時チャレンジとかできるからね。で、最後と。はい。なんか、A ランクのメンツなかなか良くない?あ、そうそうそう、今さ、出た森友哉さんか。オリックス決まったよね。おめでとうございます。なんか結構、ツイッター情報かな?ツイッターで見たんだけど、西武がかなり破格の値段で、交渉してたんだけど、出たんだよね。なんかあれなのかな?西武で良くないこととかあったのかな?気に食わないこと。まあわかんないけどね、それは。ただ、西武もさ、何年か後にさ、新球場になるっていうから面白そうだけどね。ってことで20連目終わっていくと。さあ、30連目。お願いしますよ。さっき言った、1人を除く3人が出てくれたらめっちゃ嬉しがる。1位の人はなんか出たら、およってなっちゃうな。ここで出ちゃうのみたいな。さあ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 。お願いしますね。おー、当たんないと。ってことは、塩見選手じゃないと。自チーム、ヤクルトにしてるからね。さあ、2枚出てくれて嬉しい。2枚出てくれたら嬉しい。毎回言ってるけどね。まあ、誰でもそうだよね。2枚出てくれたら、嬉しいのは。さあ、確定以外ないか。確定以外ないですね。はい、今のところね、検証自体は最悪ですね。もう早めに引いた方が絶対いいですね。今のところはね。今のところは。さあ、ということで最後引いていきましょう。誰が出るでしょうか。さあ、まあ結構嬉しいね。結構嬉しいけど、まあまあまあ、なるほどね。山本忍先生絶対これ以外でも出るんだよね。アニバじゃなくてもって感じ。ありがとうございます、山本忍選手。どうする、ここもセーブにしとこうかな。さあ、ということでセーブにしてきたと。森友さんが当たればウレピーと。お、いいんじゃない。お、来たね、S ランク。さあ、こっから怒涛のアニバ祭りとかだったら最終部に引いた方がいいんじゃないか説立証になるよね。まあどうだろうな、今30連で1人でしょ。てこ、まあまあ60連で4人ぐらい出たら、まあねえ、最終部に引いた方がいいんじゃないか説立証にしようか。 4人以上ね。
さあ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 、もうそろそろ出るんじゃない？最後だったらアニバ確定とかないよね。最後だ。これアニバ来たら熱いよね。 50% だよね。うん、はい。あーとネイチャー、オッケー。 50% を外していくと。いやマジか。まあでも S ランクは出たからね。 S ランクは出たから結構、うん、まあ前進ちゃ前進かな。うん。さあ50連目いこうか。ここも S ランク確定はなし。さあどうだ。ここは確定演出来るか。はい、来ないと。これはね、激渋ですね。はい。これで S ラン確定演出来なかったら、あー、やばい。ただの怠惰になってしまう。これはただの怠惰だな。あー、クリちゃんか。クリちゃんって言うとちょっとダメだな。人の名前で下ネタっぽくなっちゃうのは良くない。よし。さあ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 。楽天が強いな。はい、ということで多分自チームのとこは隠してると思います。欲しい選手が分かっちゃうからね。ここでね、3枚引きしたらまあ最終日に引いた方がいいんじゃないか説立証ですね。まあ最終で3枚引きは100億パーないけどね。もういや、3枚引きはまだワンチャンある。まだある。やばい、今ね、あるね、国名が頭ん中に浮かんだ。ある国名がちょっとね、頭の中に浮かんだけど、ちょっとやめておこう。かなり滑るから。滑るところをね、ちょっと、あれあれ、60連目自チーム確定よね。そうだよね。で5連までに5 10分の5までに1枚当ててほしい。あー、もう3枚はないわ。もう3枚はないわ。もう夢の中の夢だわ。え、夢のまた夢だわ。夢の中の夢、インセプションみたいになっちゃうね。さあ最後、誰を手に入れたでしょうかと。はい、上沢選手ですね。上沢選手はね、リアタイで一番僕が苦手とするピッチャーなんで、このピッチャーをね、極めていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。やっぱね、ガチャはね、最初に引いてもね、最後に引いても変わらないです。ということで、バイバーイ。またねー。アフロー。